アスパシアは危険を承知でお前を行かせた。ああボイベ、こんなことになるなんて。サンドラ、早く、ペリクレスが中にいるかも。一体どうしたの？ポイベイがコスモスの護衛に殺された。間に合わなかった。そんな、あ、ポイベイ。街中で、一人で死んだ。いいえ、あなたが見つけたわ。一人じゃない。大切な友人だったのよね。あいつら、ただじゃ済まさない。戦うのよ、彼女のために。アスパシア、いたか？ペリクレスはどうした？中で祈ってるはずよ。安全な屋敷を拒んでまでね。広場では事態が悪化している。狂気の沙汰だ。とにかく話は後だ。今はペリクレス。行くぞ。お前が作ったものは全て破壊してやろう。アテナイは俺のものだ。ペリクレス！邪魔をするな。全て失った。立派な男だった。おそらく私たちが知るよりも。彼女を当てないから出さねば。私の船がある。行かなくては彼の死を無駄にはできない。ええ。早く行かないと。私から離れるなよ。あ、止まれ。クレオンから誰も出すなと命じられてる。それからアスパシアを連れてこいと。私は行かない。離れろ。奴らを行かせるな。
行こう。カサンドラ、私たちはここに残る。何？どうして？やるべきことがある。アテナイの人々を見捨ててはいけない。アスパシアはお前が守れ。アテナイのことは任せておけ。クレオンがしたことは見てきたはずだ。同じ目に遭いたいのか。反証する者がいなくなれば、反発する者もいなくなる。この地は私を必要としている。本気だな。アテナイ人として生きてきたのだ。アテナイ人として死ぬ。それなら二人に頼みがあるんだ。ああ、いいぞ。ポイベイのことなんだが、埋葬してやってくれないか。ああ、最大限の敬意を払おう。頼む。行きましょう、カサンドラ。二人ともまた必ず生きて会おう。アテナイから遠ざかるほどに静かになる。平和であるかのように。でも違う。すまない、アスパシア。ペリクレスとアテナイのこと。あなたは何も謝る必要なんてないわ。みんなを失望させたような気がする。行くのが遅すぎた。正しい決断を下せなかった。あなたのせいじゃない。悪いのはコスモスのモントよ。どいつもこいつも殺す前に命乞いさせてやる。その時は来るわ。でも今は未来を見ましょう。行くあてはあるの？あんたに教えてもらおうと思ってた。そうよね。例の女性。フェニックスだろ。船の名はセイレーンの。フェニックス。名前は知ってる。彼女の船がナクソス島に停泊したと聞いたわ。ではナクソスへ。フェニックスに会おう。